はいみなさんこんにちは、緩和委員長です。はい、それでは解説していきましょう。先日8866人のデータから見るどのような方が高リスクなのかという論文を紹介しましたが、最近その論文もう一回見ようと思って見てみると、なんと取り下げになってたんですね。実はそれには理由があって、おそらくこの10倍近い数の患者さんを分析したレポートが、 中国から出たからだと思うんですけども、今回はここにも書いてありますように、72,314人の分析なんですね。これだけの数の分析なので、数が少ないと偏りとかが出てくる可能性がありますが、これぐらいの数で分析すれば、より精度が高く、いろいろ見えてくる部分がありますよね。これ JAMA という、米国医師会雑誌ですね。有名医学雑誌に載ったこの報告を見て、 2点ぐらい私は驚いたところがありました。きっと皆さんもああそうなんだって思うところがあるかもしれません。これから論文のポイントのところ、マーカー引いてあるところですけども、それを紹介するとともに、その2点も皆さんにお伝えしていきたいと思います。これは結構今後の対策を立てる上でも役に立つと思いますね。ここのチャンネルでは、 最近新型コロナについて詳しく説明しているので、よかったらぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。なるべく最新の論文などに基づいて正確な情報を引き続き提供していきたいと思っています。で、早速見てきますけれども、これ72,314人の分析なんですが、ここですね。ここのマーカー引いてあるところですけども、そのうち1%は検査では陽性だけれども、 全く症状がなかったっていうんですね。1%ぐらいは無症候性の患者さんがいるということなんですね。一方で、もちろんウイルスは持ってますから、うつす可能性があるんですが、今回このような患者さんの存在は以前からも指摘されてますけども、全く症状を書く方も少数ながらいるということなんですよね。そして全体の患者さんの分析で言うと、やはり軽症者が81%と、 多いわけなんですね。で、この分類ではそこから重症ですね。一段階重いものが重症で、これは14%ぐらい。そして、最も重症な群ですね。最重症の群が5%とされています。で、この5%の内訳に入るのは、呼吸不全ですね。ARDS、急性呼吸、休迫症候群などで、あるいは重症の肺炎で呼吸不全になっている。 また、排血症性ショックですね。そして、先日の動画でも解説した多臓器不全ですね。このような呼吸不全、排血症性ショック、多臓器不全。このようなものを起こしている事例が、最重症と捉えられるんですけども、5%程度いたというようなことがここに書かれています。今回、ちょっと前から、 合併症、どういうものがあると危険なのかと、これよく今もコメント欄でご質問を受けますけど、本当にここの例でどれぐらい危険かというのは非常に難しいものがありますよね。同じ病気でもその状態によって違うということは言えると思います。それなので、申し訳ないんですけど、誰々さんには何パーセントということは難しいんですが、これだけ大規模の研究でこのデータが出てきたので、大まかにこれぐらいのパーセンテージで、 注意しなければいけないということは読み取れるんじゃないかなと思うんですが、心臓ですね。心血管疾患が10.5%。糖尿病がある方は7.3%。慢性の呼吸器病がある方が6.3%。高血圧がある方が6.0%。そして、癌だと5.6%というデータが出ています。これが全体の致命率ということになりますね。 これらの病気に当てはまる方は注意しなければいけません。ただ、私ももともと、の患者さんの診察が一つの専門ではありますけれども、がんの患者さんにおいても、非常にそのリスクというのは多様性があると思います。一般的には、血液がんなどの方が、免疫に対する影響が大きいですし、もちろんがんでも、現在、化学放射線治療などを行っているような状況だと、リスクとしては高くなる可能性があるとは思いますよね。それなので、全体で5.6%ということが、 もちろん出てはいますけれども、個々の例に必ずしも当てはまるわけではないので、そこはよく自分の担当の先生とご相談されるといいというふうには考えます。まあ、このようにそれぞれの病気ごとのパーセンテージが出てますね。先日の論文で紹介した脳血管疾患というくくりがちょっとここにはないので、そちらの致死率がわからないとこが気にはなりますけれども、このようにデータとしてはそれぞれの病気で出ています。それぞれのデータの サマリーですね。えー、が、ここにレポートとして載ってますけれども、やはり数で言うと、もちろんですけどもね、年代の数が多いですからね、人口が多いですから、30歳から79歳までが全体の症例としてのパーセンテージとしては多いわけですね。ただ、やはりここでも特筆すべきは、10歳から19歳、あるいは10歳未満、見ていただければわかりますように、それぞれ1%なんですね。 これはやはり特徴的ではありますよね。日本でも若者が罹患したりすることはもちろんあるわけなんですけども、ただやはり頻度としては少ないということはここから読み取れるんじゃないかというふうには考えます。日本でも結構若年層でかかっている場合って特徴があるんですよね。それは後で。 今回のこの論文を見て私が非常に興味深かったこと、ポイントと考えることの一つに入ってますけれども、基本的にはただ若年層には、それより上の年代層に比べるとかかりづらいという特徴があるということは見て取れると思います。重症度はここにも書いてありますように、軽症が81%、重症が14%、最重症が5%ということになりますよね。全体の致命率は2.3%。 ただやはり見ていただければわかりますように80歳以上だとやはり14.8もあるわけなんですよね。そして70歳から79歳も8.0%と高い値になっています。70歳や79歳だと4倍ぐらいになるわけですね。一般的なリスクのですね。そしてまた80歳以上になるとこのように6、7倍ぐらいの 高さになってきますので、やはり高年齢層は注意が必要だということは言えると思います。そして、超重症だと、一般的なイメージだとみんな亡くなるんじゃないかというふうに皆さんも思われるかもしれませんが、超重症の場合でも亡くなったのは半分ぐらいなんですね。そのため、超重症においても生還される方が半分ぐらいいるというようなことが、このデータから示されています。そして、ここですね。 この次のところ私は一つのポイントだと思っていて、やはり今回の新型コロナに関してはインフォデミックというようにすごく情報の広がりが SNS 時代の産物ですけれどもすごい広がってますよね。そうすると正しい情報もそうなんですけど、間違った情報もものすごい勢いで広まりましたよね。今もデマとか陰謀論とかすごいこう広がってますけれどもで、やはりどうしても 中国というと、李医師ですね。この新型肺炎の存在をいち早く訴えて、しかし当局によって大変な目に遭って、そして亡くなってしまったという、まあ本当に悲しい出来事ですけどもね。あの李先生の方ですね。私の前の動画で紹介したのは余先生で、よく余先生が亡くなったと勘違いされるんですけど、この間、グッデイですかね。に余先生あの元気そうな姿で出ていたので、動画で紹介した余先生は生還されてるんですけども、李先生の方ですね。 この病気を告発された先生は亡くなってしまったんですが、あのイメージがあって、どうしても20代の医療者が、あるいは若い医療者がどんどんなくなってしまう病気というイメージがすごくあったんですが、今回このデータを見て驚いたんですけども、なんと医療者で亡くなったのは5人なんですね。もっとたくさん亡くなっているイメージがありましたけど、亡くなってらっしゃるのは5人ということになります。そして、罹患した 医療関係者は3.8%なんですね。で、63%は武漢だったと。かかった方のうち半分以上が武漢の方なんですね。そのため、おそらく武漢を抜いたときに、もちろんこの3.8%という理解よりは低くなるとは考えられます。このように医療関係者のデータも示されているというのは興味深いところです。続けて、 見ていきますけれども、SARS と MARS の致命率と比較もしてるんですね。SARS の致命率は9.6%。MARS の致命率は34.4%なので、もちろん今回の新型コロナですね、の致命率はそれよりも低いんですけれども、ここに書いてありますように、致命率自体は SARS や MARS の方が高い。ずっと高い。しかし、 COVID-19 は感染している数がとにかく多いので死亡者数の数では上回るということが書いてあるんですね。これはまさしくその通りですね。感染性が強くて、罹患している方が多いので、どうしても死亡数が増えてしまう。そのため、できるだけ今も日本も流行を抑える大事な時期ですけれどもね、そのピークを抑えることによって、できるだけ必要な方をしっかり医療機関で手厚くケアできるようにして、 死亡者数を減らしていきたいところですけどもね。このようにかかる数としては多いというのが特徴です。WHO も非常に気をつけるべきというランクをまた上げましたよね。そのような状況なので、感染性の高さがゆえに多くの方が罹患するので、どうしても死亡数としては増えてしまうところに特徴があるというふうに、ここでも書かれています。ここに書かれているところが、広告症で、 こちらが湖北省外なんですけども、湖北省のやはり致命率が高いんですね。2.9%。しかし、アウトサイド、湖北省の外だと0.4%なので、ここで致命率というものがちょっとこう変わってくるんですね。ここから、これ二つ目の特徴ですね。先ほどの医療関係者のお亡くなりになった数が、いろいろな報道からすごく多いと思っていたけれども、 実は数としては決して必ずしもそうとは限らないということが一点とこの二つ目のポイントがここに書かれてるんですけども二次感染ですね二次感染が SARS や m ー r s は主に病院で起きたっていうんですねところがですねこれここからがすごいポイントですねしかしながらそれは COVID-19 の広がりにおいて メジャーな方法じゃないって言うんですね。じゃあ何で最もこの新型コロナですね、映っているのかというところでここに答えが書いてあるんですけども、濃厚接触ですね。濃厚接触で起きている、すなわちどこかというと、ここなんですね。64%、クラスターの64%が家族内であったということで、 今回、若年層にも同居してるとなったりしてますよね。家族内の発症がすごく多いことを皆さんもお気づきだと思うんですが、分析すると、SARS や MARS より、こういった家族内、濃厚接触者、これ以前の動画でも説明してますけども、そのような濃厚接触者の中でも高リスクにあたる家族内における広がりというのが、 サーじゃマージより特徴的だということがここに書かれてるんですね。これは大きなポイントですよね。そのため、本当にあの、これ大変ですよね。家族内で風邪出た場合とかって、もう本当にそういう場合にみんなで映らないように徹底するってものすごく大変なことだと思うんですよね。なんですけども、この新型コロナに関して言うと、そういう医療関係者内とか、病院内で広まるというより、むしろその家庭内でこのように、 感染のリスクというのが結構高いということがここで示されているので、そこをやはり十分注意しなければいけないということになりますよね。これが二つ目のポイントですね。今回、いろいろ中国も様々な施策を取りました。日本でもだんだん行われてきましたけれどもね。なるべく外出を制限したりとか、まあ、中国は国家の特徴がありますから、より強力にやっていますけれどもね。で、そのようなアプローチが、 本当に効果があったのか、利益があったのか、ちゃんとデメリット、コストを上回ることができたのか、ということはこれから何年も議論されていくことであろうというふうに書いてあるんですけど、これは日本でもそうですよね。今はとにかく一生懸命対策しなければいけない時期ですけども、これが収束していた後に、本当にこのようなアプローチが正しかったのかどうかということは考えていかねばならない課題であると。これは中国ばっかりじゃなくて日本も同じだと思います。 そして、ここに書いてありますように、まだわかんないことたくさんありますよね。マッチリメインズって書いてありますけれども。ただ、わからないなりに、ちょっとずつ分かってきていることもありますよね。例えば、SARS と同じように新型コロナは AC2 受容体を使うなんていうのも、これ特徴ですよね。人間の体にある受容体というのをうまく使って、このコロナウイルスというのは入ってくるわけなんですね。そして、肺にそれが多いわけですので、 両側に肺炎が起きてしまったりとか、とにかくその肺にうまく入っていく素質があるわけなんでしょうけども、こういうことが少しずつ分かるようにはなってきてますよね。ただもちろんまだ分からないことたくさんあるので、これはそれからいろいろなデータなどをもとに考えていかねばならないところだとは思いますけども、ただ一方でいろいろ分かってきているものはありますし、この大規模なデータが指し示しますように、やはり危険な、高リスクな群というのがある程度特定は できてきてますので、そういう方はとりわけ注意して、そして、この家族内感染が多いので、しっかりその家族内でう移さないように、これは本当に大変なことでありますけれどもね、日本の自由環境において大変なことは百も生じなんですが、それをしっかり行っていく必要性というのを感じさせる論文でありますね。で、最後のポイントのところなんですけども、やはり公衆衛生ですね、のインフラやキャパシティにですね、しっかり投資を行って、効率的に対応していく必要があると。 いうことが重要であると書かれてますけどね。これ本当に日本においてもそうですよね。日本版の CDC なんて言われますけどね。やはり感染の指令等が必要だと思いますし、そしてそういったところが一般向けに分かりやすく、このインフォデミックに負けないようにですね、この病気の性質やどういうことに注意したらいいのかということを継続的に、しかもみんなにちゃんと伝わるように伝えていく必要性を今回感じていますよね。以上のように、この大規模な数、 の患者さんを把握ししたた論文でありましたけれども一つはすごくそういうわけで、私ですら医療関係者の死亡もっともっとすごい多いんじゃないかなというふうに思わされるぐらい、このイメージですね、映像やイメージのインパクトというのはすごいものがありますので、そのようなものに惑わされずに粛々と対応していくことの重要性というのが一つのポイントだと思いますし、もう一つのポイントとしては、この家族内感染ですよね。家族内感染が今回、 COVID-19 においては非常に重要な手段になっているということですから、濃厚接触ですね。濃厚接触の環境においてはできるだけ注意するということを引き続き励行していかれるのがよろしいと思います。これが今回のジャーマンに乗った、今までの中でも最大規模ですよね、の分析から分かったことということになります。これからも緩和ケア、医療健康の役立つ情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。顔のところをクリックしていただいて、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。